はい、こんにちは、キリンです。今回はですね、新事務所アニマルステージ、通称アニステ。この謎に包まれた事務所の全貌というのを世界初公開ということでお話ししていこうかと思います。はい。ざっくりとした説明についてはですね、勇者ポコチンチンチンさんが動画にしているので、そちらを見てほしいんですけど、要するにアニステは TM レボリューションです。簡単に言うと、事務所ごっこであり、おままごとであるということで、メンバーがですね、一番戦闘能力が高いのが、ジョン・スラッシュさん。はい。こちらですね、ドラゴンボールで例えると、ちょうどグルドと一緒ですね。グルドが戦闘力1万なんで。はい。と、先ほどご紹介した勇者、平成たぬき合戦、チンポコさん。はい。この方は、だいたいナッパと同じぐらいの戦闘力です。はい。と、あとは童貞の皆さん。はい。という感じになっております。はい。ってことでですね、秘密結社、アニマルステージは、フリーメイソンだったり、イルミナティとも深いつながりを持つと言われています。そこで今回僕はですね、このホワイトボードを用意しましたので、このシンボルマークというのをですね、1秒で今から考えたいと思います。はい。では、行きます。できました。アニマルステージが何のために活動してるのかっていうことなんですけど、活動はしてないんですけど、何のために存在するのかっていうことなんですけど、で、最終目標はですね、猫犬ちゃんに加入してもらおうと思ってまして、猫枠ですね、猫枠。で、何がしたいかというと、猫犬ちゃん加入してもらって、一緒にソフトクリームを食べたいっていう、はい。この目標に向かって、僕たちは、全力で活動していこうと思っております。ただですね、アニステのメンバーというのは基本的に童貞なので、女の子に慣れてないんですよね。はい。で、まずはですね、一気に猫天ちゃんはちょっとハードルが高すぎるんで、まずは最初にちょっと女の子になれようっていうことで、今はですね、アスミンちゃんですね、アスミンチャンネルのアスミンちゃんと合コンをまずしようということで、はい。それに向けて今動いてる途中でございます。はい。っていう感じでですね、2018年はアニマルステージの時代が来るかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。はい。よろしくお願いします。バイバーイ。